さて、何を作りますか。私にだってできるもん。
家の練習しちゃおうかな。やるべきことは、よっこらせい。どっからどう見ても紙だね。子供の頃から馴染み深い。ね、すごい魔法っぽい気がするし、さてさてどこに行きますか。ぐんぬんぬんぬん、頭が痛くなってきた。リリー、これってどういう意味？それはね、釜を混ぜながら入れるってことで。自分たちだけでもしっかり勉強してるみたいね。いい心がけよ、二人とも。あ、師匠、私、師匠が来るのを待ってたんです。あら、そうだったの。もしかして、何か質問？勉強に飽きたので遊びましょ。あなた、今褒めたばっかりなのにいい度胸してるわね。だってだって勉強するの疲れるんだもん。もうやだ、休みたい。ごめんなさい、スーちゃんが不真面目で本当にごめんなさい。はぁ、仕方ない。後で渡そうと思ってたんだけど、差し入れのお菓子を買ってきたから一緒に食べましょ。お、これすごい高いやつだ。もらっちゃっていいんですか？そうなの？まあ、値段なんて気にせず食べちゃいなさい。でも、
スーちゃんはさすがに食べ過ぎじゃない？あまり食べると樽みたいになっちゃうよ。頭を使ったから糖分が欲しかっただけです。体型には気を使ってるから平気で言うた。それに私は成長期だからね。取った栄養は横じゃなくて縦に行くのだ。うっ、本当？私たち双子だけど私の方が背高いよ。実はこっそり横に増えてるんじゃ。そんなことないです。しかも背が高いってたった1センチでしょ。そんなの誤差誤差。毎日身長伸びてるし、リリーなんてあっという間に追い抜かしちゃうから。あの師匠、さっきからうめき声が聞こえるんですけど。いいわね、あなたたちは希望があって。私なんてもう身長は、お、師匠背が低いの気にしてたんだ。あ、師匠の前で身長の話は禁句みたいだね。これはある意味チャンスと言えそうです。ん？あの女の人珍しい服着てるね。あ、ほんとだ。どこから来たんだろう。ところで例の件はどうなっていますか？ですね、すみません、場所の選定が思うように進んでおらず。そうですか。すみませんが、大至急お願いします。今後の計画のためにも用地の確保は最優先ですから。あ、はい、承知しました、ボス。ボスってことはすごい偉い人なのかな。
わかった。計画がどうとか言ってたし、あの人悪の秘密結社のボスなんだよ。うん、あそれはさすがに漫画の読みすぎだよ、スーちゃん。もちろんや。元気に歌ってると仕事もはかどるってもんだ。それ俺の美声を客に聞かせないのはもったいないだろう。いえ、全く。かあ、スーは芸術ってもんが分かってねえな。まあいいや。で、今日はどうした？ありめえだろ。包丁は鈍器じゃねえんだぞ。つってもいつものことか。あ、包丁もそうですけど、お鍋も錬金釜も何回も直してもらってますもんね。そうだな。よく考えてみたら、うちにある金属製品ってほとんどハゲルさん作かも。確かにな。ジョーちゃんたちはそれだけお得意さんだってこったよ。ま、俺に任せときな。頼まれた包丁なら新品同然に直してやっからよ。わーい、お願いしますね、ハゲルさん。おーや、ただその代わりって言っちゃなんだが、今度アトリエの窯に秘密機能をつけていいか。横のボタンを押すと火の色が変わるって。そんな無駄機能いりませんので、包丁の修理だけお願いします。チェッ、遊び心もねえのかよ。分かったよ、つまんねえの。武器を作るのか。材料を選んでくんな。作りました。
が命。今相談に乗ってるとこだから。相談？娘が反抗期で言うことを全然聞いてくれないんです。シスター、私はどのように接すればいいのでしょう。そうですね、常に母親としてあるのではなく、時共通の話題作りのため、お子さんが興味を持っていることを試してみるのはいかがでしょう。あの子が興味を持っていること？すみません、今子供たちの間で何が流行っているのかさっぱりわからなくて。若い女の子たちの間では作られた瞳という恋愛小説が人気のようですね。服だとルモニエルというブランドが、食べ物だとシュクールというケーキが今の流行です。はあ、シスターお詳しいんですね。ええ、いろいろと調べていますので、ぜひ参考に。あなたと娘さんに神のお導きがあらんことを。はい、ありがとうございました。ですよね、シスター見た目もすごい若いし、まさか影で生き血でもすすってるんじゃ。こら、スー、人聞きの悪いことを言うんじゃありません。流行り廃りを理解するのは
悩みを聞く立場として当然のこと。見た目の若さは。見た目の若さは生まれつきです。さーて、仕事仕事。ちょっとクロエ、お待ちなさい。その態度、神が許しても私は許しませんよ。時々お茶目なところといい、シスターって本当に若いよね。若主人がこんなところでサボりですか？ああ、二人とも。さ、我ながら絵になるなぁと感動していただけです。海を見ながら佇む私。ああ、芸術です。それですか。ルーちゃん、ここに来ると思い出さない？思い出す？何をですか？ほら、昔よく一緒に遊んだじゃない。追いかけっこしたり、おままごとしたり。ルーちゃん、いつも美味しいお菓子を持ってきてくれたよね。あの上品な甘さ。はあ、あれはお母様が持たせてくれて、確かに懐かしいですね。
どうでもいい妄想してるくらいだし、ルーシャ暇でしょ。どうでもいい？妄想じゃありません。私の美しさは厳然たる事実。まあまあ、せっかくだし久しぶりに遊ぼうよ。私たちも息抜きしたかったところだし。あ、いいね。何して遊ぼっか。お絵描き？鬼合戦？そうですね、少しくらい。いえ、依頼が山積みなのでやっぱりお断りします。遊ぶのはまた今度ということで。それでは。おお、断られちゃった。ルーちゃんも遊びたそうだったのに。素直じゃないんだから。遊びたいなら遊べばいいのに。ねえ、研修を終えた後の話。
話だったわ。ふるさとに帰る途中で大きな町に立ち寄ったの。そこでお土産を買おうとしたのが間違いでね。なんとお金を使いすぎて預金が尽きちゃったの。はあ、まあそこで諦める私じゃないわ。なんとか預金を貯めてまた馬車に乗ったんだけど、今度は乗る場所を間違えちゃったみたいで、なぜかメルベイユに戻ってきちゃったのよ。なるほど、すっごくパメラさんらしい。あ、じゃあもしかして今お店を開いてるのって。ええ、ふるさとに戻る預金を稼ぐためよ。思ったよりしっかりした理由だったね。てっきり半分くらい気分でやってるものかと。まったく、すーちゃんたら失礼しちゃうわね。私だって気分だけでお店なんて開かないわよ。商品の仕入れとか売り上げの管理とか大変だもの。まあそれもそっか。だから私を助けると思っていっぱいお買い物していってちょうだいね。ねね、双子ちゃん、ランクアップの相談かしら。そうです、そうです。私たちどうやってランクを上げればいいかわからなくて。ああ、まだ説明してなかったわね。それじゃあ今から教えてあげる。というわけ、お分かりいただけたかしら。あー、はい、多分。まあやってればそのうち慣れると思うわ。評判、ただ都の外に行くことになるだろうし、二人だけじゃちょっと心配ね。姉貴、受付嬢のミレイユさん、近くに魔物が出たらしいぜ。数は多くないって話だが、どうする？ちょうどいい機会ね。ねえ双子ちゃん、悪いんだけど魔物退治に行ってきてくれない？二人だけで平気かどうか、とりあえず試してみたいの。わかりました。やってみます。多分なんとかなるよね。任せたわよ。くれぐれも気をつけてね。やるべきことは、お出かけ。
あなたたち都の外に出るつもり？もしそうなら今はやめておいた方がいいわ。近くに魔物が出たらしくて騒ぎになってるから。あはは、今まさにその魔物を退治しに行くところでして。え？あなたたちは？悪いけど、あんまり腕っぷしが強そうには見えないわね。確かに強くはないんですけど、私たち錬金術師なんですよ。はい、だから魔物なんて爆弾をポイしてダーンです。まあそうだったの私の妹も錬金術師なのよ。これも何かの縁だし、自己紹介しておこうかしら。私はリアーネ、カリウドをしてるわ。リアーネさんですね。私はリディって言います。私は双子の妹のスールです。スーって呼んでください、リアーネさん。リディちゃんにスーちゃん、二人ともよろしくね。私は普段カッター獲物をお店で売ってるの。錬金術にも役立つだろうし、よかったら寄っていって。特別に少しだけお安くしておくからね。わあ、ぜひ寄らせていただきますね。ええ、待ってるわ。それじゃあ二人とも魔物退治頑張ってね。
ちも錬金術師だからね。これなら二人で外に出ても大丈夫。さっきの魔物の親類の方ですかね。どうしよう。いつの間にか囲まれてるし、このままじゃ。たく、何やってんのよ。怪我はない？ヒル師匠、どうして？ミレイユさんに頼まれたのよ。あなたたちのことこっそり見張っておくようにって。念のため爆弾を持ってきておいて正解だったわね。師匠、師匠、怖かったです。ああもう泣くんじゃない。一つ覚えておきなさい。錬金術師は戦士じゃない。だからこそ戦いの時は相手をまっすぐ見据えなさい。相手を見据えて機会が来るのを待って弱点をつく。これが錬金術師の戦い方よ。はい、覚えておきます。よろしい。まあ二人だけにしてはよく頑張った方よ。ほらお城に戻りましょう。ミレイユさんも心配してるから。お疲れ様。大丈夫じゃあなかったみたいね。はい、師匠に助けてもらわなかったらどうなってたことやら。ミレイユさん、二人だけじゃやっぱり危ないと思うんです。最近魔物も多いらしいじゃないですか。やっぱりここは私が。でもほら、イルメリアさんには国からの依頼が山ほど。それはそうですけど。ただ二人を危ない目には合わせられないわよね。わかった、
護衛になりそうな人を私の方で探してみるわ。悪いんだけど、それまでは二人だけでお願い。あんまり危ない場所には行かないようにしてね。わかりました。ごめんなさい、私たちが弱いばっかりに。ううん、気にしないで。今回も頑張って魔物を倒してくれたじゃない。魔物退治の件はちゃんと二人の評価に加えておくわ。いいんですか？ほとんど師匠に倒してもらっちゃったのに。いいの、私はただ残党を吹き飛ばしただけね。師匠アトリエの功績が国に認められれば、ランクアップ試験の受験が許可されるわ。ランクを上げるためにも、まずは頑張ってアトリエの評判を良くしていってね。まあそこら辺のことはこの試験要項に書いてあるわ。後でよく読んでおいてちょうだい。さてと、私はそろそろ帰るわね。二人とも無理するんじゃないわよ。バイバイ。ありがとうございました、師匠。じゃあ私たちも帰ろうか。そうだね。それじゃあミレイユさん、失礼します。さてと、護衛か。ま、あいつが適任かしらね。要項はざっと読んだけど、試験を受けるにはやっぱり評判を上げるしかないみたいだね。なるほどね。とにかくまずは評判を上げろってことか。一体何から手をつければ。何書いてるの、スーちゃん。ん？野望ノート。評判を上げるためのアイデアを書き留めようと思って。それにこれまでやったことも書いておけば備忘録にもなって便利でしょ。ノート埋めていこうね。
匠の抜き打ち講座よ。うんうん。ちょっと師匠、私たち今おやつ食べてたんですけど。あら、それは悪いことしちゃったかしら。まったくです。というわけで抜き打ち講座はなし。師匠も一緒におやつ食べましょうね。そうはいかないわ。二人に大事なことを教え忘れてたんだもの。これを知らなかったら錬金術師としてはプニイカ、いえミジンコイカね。ミジンコ、さすがにそれは嫌だよ。スーちゃん、確かに。わかりました。おやつタイムは諦めます。よろしい。今回二人に教えるのは触媒についてよ。触媒っていうのは、はい、触媒を入れると今までよりもっとすごい調合ができるようになる。スーちゃん、本当にわかってる？間違ってるわけじゃないけどさ。ま、実際にやっていけば嫌でも覚えるわよ。じゃあ抜き打ち講座に耐えたご褒美、美味しいプリンを買ってきたからみんなで食べましょう。やったー、師匠大好き。私も大好き。ありがとう。こっちが普通ので、こっちがかぼちゃの。
サラサラしてていい砂だ。一歩前進だね。バキーレクチー、これだ。せいや、キック、キック、スーちゃんの独断ちゃん。私の野望がまた一つ。やるべきことは、一歩前進だね。せいや、さてさて、どこに行きますか。宝石か。さてさて、どこに行きますか。そうだな。
来たよ。ちょっと間が空いちゃってごめんね。最近私たち頑張ってるんだよ。師匠ができて錬金術も上手くなったの。うん、すぐに国一番のアトリエになってみせるよ。だから私たちのこと見守っててね。オネットが亡くなってからもう随分と経ちましたね。ええ、ダメな父親で二人には迷惑をかけてます。あいつらはあいつらでちょっと反抗期っぽいですけど。それはあなたの普段の行いのせいなのでは？耳が痛い。ただやっぱりあいつらには母親が必要なんでしょうね。オネットにはいろいろ言いたいことがあるみたいで俺にはあんまり話してくれないのに。それは多分あの子たちがどこかで気づいているからではありませんか。オネットを亡くして誰よりも悲しんでいるのは他でもないあなただということを。どうですかね。ロジェ、あなたもそろそろ。おい、二人とも、そろそろアトリエに戻るぞ。帰る準備しろ。ロジェ。すみません、シスター。俺は弱い男なんです。お父さん、シスターと何をお話ししてたの？え？ああ、怒られてた。もっとお前たちにいい暮らしをさせてやれってな。ああ、それはシスターの言う通りだよ。しばらく画材を買うの禁止だからね。そいつは無理な相談だな。俺の創作の炎は誰にも消すことはできないのさ。神よ、どうかあの家族に祝福を。評判もだいぶ良くなってきたみたいだね。そろそろランクアップ試験受けられそうかも。うん、意外にあっという間だったね。じゃあ未
レイユさんに確認に行ってみようか。だからクッキー買ってきてやったぞ。だいぶ奮発した高級品だ。ここに置いとくからよく味わって食うんだぞ。いただきます。
舌の上でとろける。あれ、さっき食べたより美味しい気がする。どうしてだろう。まだまだあるし、どんどん食べちゃおうよね。そっか、一人じゃなくてスーちゃんと一緒に食べてるから。そうだね。それじゃあ続けていただき。だいぶ評判が上がったみたいね。そろそろ受験を認めてもいいかも。どうする？ランクアップ試験受けてみる？わかったわ。では発表しましょう。今回の試験課題は、最近卵料理がブームらしくて供給が全然追いついてないのよね。そこらで拾える卵でもいいんだけど、特に欲しいのは魔物の卵なのよ。最近魔物の被害が多いし、魔物を倒して卵を取ってくれば一石二鳥ってね。それは分かりましたけど、卵拾いって別に錬金術師の仕事じゃないような気が。何言ってんのよ。
いる師匠。王女に用があって来てみれば、弟子が不甲斐ないことを言ってるじゃないの。だって卵拾いなんて誰でもできるし、せっかく師匠に情報のやり方を教わったのに。スー、卵拾いだって立派な錬金術師の仕事よ。錬金術師は調合だけやってればいいわけじゃないの。採取も調合も討伐も誰かに頼まれたのなら全部大事な錬金術師の仕事。錬金術師たるもの、好き嫌いで仕事を選ばないこと。わかった？はい、すみません。ミレイユさん、私頑張って卵取ってきます。私もです。食べきれないくらいにたくさん取ってきちゃいますね。素直でよろしい。二人とも期待してるわよ。あ、そうだ、前に話してた護衛のことだけど、一人双子ちゃんに専属でつけることにしたの。都の入り口で待たせてるから合流してちょうだい。
器を作るのか。材料を選んでくんな。防具を作るのか。どれ、材料を選んでくんな。この材料でいいんだな。どの特殊、これでいい。よし、完成だぜ。ほら、受け取りな。まさかあの人が護衛なのかな。いやいや、さすがにないでしょ。何あの格好。いやでもほら、なんか気づいてほしそうにしてるし。ほら、見ちゃいけません。お母さんとの約束その4、怪しい人には近づかないだよ。そうだよね。むしろ岸さんに通報した方がいいんじゃ。やめて、人生終わっちゃう。ほら、全然怪しくないから。ほら、気持ち悪い。本当に怪しいから近寄らないでください。知ってたよ、チキショウ。俺だって好きでこんな格好してるわけじゃねえよ。くそ、こんなものは。散々な言われようだな。君たちとやっていけるか早くも不安になってきたぞ。ってことは、これってやっぱり変態マスク男さんなんですか。そうさ、変態マスク男ではないけど、俺の名はマティアス。頼むから覚えておいてくれ。ヘンタマティアスさんですか。私の名前は。ああ、それはもちろん知ってるよ。君がリディで、そっちがスー。名前まで覚えてるとか。聞いたの、姉貴から聞いたの。護衛を頼まれた時に名前も聞いたの。姉貴から頼まれた。姉貴ってもしかしてみ。そうそう、このマスクだって二人を警戒させないようにって姉貴が作ったんだぜ。ミレイユさんの弟ってやな。まあ安心かな。この人望の作用。
警戒は解いてくれたみたいだし、よしとするか。とにかく俺が君たちの護衛を務める。よろしく頼むぜ、二人とも。こちらこそよろしくお願いしますね、マティアスさん。変なことしたらすぐミレイユさんに言いつけるから、そこんとこもよろしくね、マティアス。一瞬で人の弱点を把握するとは末恐ろしい子だよ。まったく、本当に俺はこの子たちとやっていけるんだろうか。ああ、今から胃が痛いぜ。これで。どれも
あれと戦うのは骨が折れそうだな。落ちてる卵を拾った方が早いんじゃないか。ちょっと護衛がいきなり及び腰でどうするの？避けられる戦いは避ける、これ護衛の一番のコツってな。それに正直あんな魔物と戦うの怖いもん。とにかくたくさん卵を集めましょう。はいはーい、俺サボります。ひなた、それじゃあ出かけましょう。
相手してやるよ。もう起こしたんだから。楽勝すぎてあくびが出ちゃうよーと。ワクワク。いざ誤解帳。あー、これ美味しそう。後でみんなで食べてね。してやるよ。楽勝だな。おととい来やがれ。魔物が出るとこは勘弁な。新しいレシピに挑戦挑戦。どんなものを作ろうかな。触媒で一味加えよう。触媒で一味加えよう。材料はこんなか。いざ調合。さて触媒で加えよう。さてどれを使おうか。こんな、よし、はじめ、ズバリここだ。ズバリここだ。これでいいかな。どうも、よし、とりあえずできた。
出かけお出かけ。マティアスさん、あのマスクもうつけないんですか？ああ、つけないね。二人にいじめられるからな。よし、行くぜ。ん？さっきも行かなかったっけ？右よし、左よし、俺様かっこいいよし、なんてな。何があるかな？発表するわよ。お見事、素晴らしいわ。文句のつけようがないわね。お疲れ様。これなら合格よ。 G ランクへの昇級おめでとう。二人ともこれでルーちゃんに追いついたよ。ところで、マーティアスは役に立った？はい、とっても。でもミレーニュさんに弟がいたなんて驚きました。頼りない弟で申し訳ないけど、
好きなだけコキ使ってやってちょうだい。わかりました。あれもいいし、こんなのも。あ、一応お手柔らかに頼むわね。レディちゃん、どうかした？なんだか気になることでもある？すみません、あっちの方から声が聞こえてきて。来た時にも聞こえたんですけど、誰かいるんですか？声？確かに錬金術が絡むならありえなくはないか。試してみるのもありかもしれないわね。ねえ双子ちゃんたち、面白い場所行ってみたくない？面白い場所？はい、それはぜひ。それならよかった。じゃあ二人とも向こうにある画廊に行ってて、不思議な世界をあなたたちに見せてあげる。二人とも画廊に行っててくれる？さあさあ、この絵をとくとご覧じろ。題名はざわめきの森って言うんだけど、これは不思議な絵と呼ばれるものなの。不思議な絵？ぱっと見普通の絵と変わらないような。これは錬金術の力を使って描かれた絵でね、なんと中には別の世界が広がってるのよ。そこには珍しい材料があるみたいでね、今は国策として不思議な絵を集めてる最中なの。へえ、じゃあ
あった絵も不思議な絵。うわー、絵の中の世界なんて信じられない。私行ってみたくなっちゃったな。あの絵のことは秘密、国策で集めてるって言ってたし、持っていかれちゃうかもしれないでしょ。あ、確かに。ごめん、気をつける。ん？どうしたの二人とも。話を続けてください。ええ、不思議な絵はまだわからないことが多くって、優秀な錬金術師に先行調査を頼んでる段階なのよ。そこでその調査を二人にもやってもらおうと思ってね。なるほど、それは願ってもないことですけど、どうして私たちに。ほら、さっきリディちゃん、こっちから声が聞こえるって言ってたでしょ？もしかしたらそれって、不思議な絵の声が聞こえてるんじゃないかしら。不思議な絵の声？そんなのあるんですか？そう。錬金術師には、材料の声が聞こえることがあるって言うし、そういうこともあるのかなって。もし絵の声が聞こえるのなら、不思議な絵の調査にはうってつけじゃない。そうじゃなくても二人ならいい成果を出してくれそうだしね。どう、絵の調査やってみない。ぜひぜひ、私たち絵の世界に興味津々なんです。よかった、なら決まりね。この絵の中にはルーシャちゃんがもう入ってるから、みんなで力を合わせて調査してきてちょうだい。じゃあ双子ちゃん、絵の前に立ってみてくれる？絵の中に入るには、この絵の世界に行ってみたいって念じればいいらしいわ。逆に絵の外に出るためには、元の世界に帰りたいって強く思えばいいそうよ。なんだ、飛び降りる必要なかったじゃん。みたいだね。それじゃあスーちゃん、行ってみようか。うん、いざ不思議な絵の世界へ。出てらっしゃい、マティアス。バレてたか、さすがは姉貴。絵の中にはまだわからないことが多い、つまり危険な魔物が出る可能性もある。二人のことはちゃんと守りなさいよ。あ、任せとけって。行ってくれ。聞こえるのは噂話をする誰かの声。このぐらい闇の中から感じるのは、こちらを見つめる誰かの視線。辺りを見回してみても見つけられるのは木ばかり。この地を訪れた者は皆不可思の恐怖におののきます。それもそのはず、この森は生きた自然と幽霊たちの社交場。ここはざわめきの森。無邪気ないたずらには
ご注意を。この間の世界ってどういうことだ？マティアスさん？外です。外の森とは全然違うなって。ああ、なるほどな。確かに普通の森とは随分雰囲気が違ってる。ところでどうしたんだスー、随分とおとなしいじゃねえか。怖い。は？してるし、お化け出そうだし。スーちゃん、お化けと虫がめっぽう苦手で。意外だな、そりゃ。ただ、この森は多分ずっとこんな感じだろ。どうする？スーだけ先に戻るか。ついてく。怖いけど、リリーのこと放っておけないもん。そうか、まあその気持ちはわからなくもない。とりあえずルーシャ城を探してみようぜ。探しながらの方が怖いって気持ちも紛れるだろう。うん、ありがとうマティアス。気にすんなって。なら警戒だけは怠るなよ。慣れてくると意外にどうってことない感じ。ねえねえみんな、変な看板見つけたよ。あ、本当だ。なんて書いてあるんだろう。読んでみようか。この看板を読んだあなたへ。お気の毒ですが、あなたは呪われてしまいました。呪いを解きたければ墓場までおいでください。うわなんで私、何か悪いことした？大丈夫だから泣かないで。看板に書いてあることなんて気にしちゃ。気をつけろ、二人とも。精一杯頑張ります。くらっちゃえ。楽勝です。リリー、もう私ダメだよ。私きっと一生呪われたままなんだ。元気出してスーちゃん。看板に書いてあったでしょ、呪いを解きたければ墓場まで来いって。だから墓場を目指せばいいんだよ。うん、そっか、そうだよね。そうに決まってる。じゃないとわざわざ看板に書く意味ないもん。ま、看板に本当のことを書かなきゃいけないなんて決まりもないけどな。もうやだ。マティアスさん、今は余計なこと言わないで。スーちゃん大丈夫だからね。とにかく頑張って一緒に墓場を目指そう。
ってみせる。Thank you.
くどこ行く？これで。俺とお前でマティアスなんてな。ああ、今のは滑ったね。マティア滑った。
死ぬかと思いました。うん、どこも怪我はしてなさそうだね。よかったよかった。どうする、一旦俺が家まで送るか。ぜひと言いたいところなんですけど、私には帰れない理由がありまして、先ほど道端にある看板をうっかり読んだら。え、ルージャも？実は私もなんだ。もうスーもだったんですか？私呪われたままなのは絶対嫌なんです。うん、私もそんなの絶対嫌だ。ねえ、ここは協力して墓場を目指さない？そうですね、おそらくそれは最善の道かと。絶対一緒に呪いを解きましょうね。と言っても私は戦うのそんなに得意じゃないですけど。ま、そこは気にすんな。固まってた方が守りやすいしな。そうですか？では同行させていただきます。よろしくお願いしますね、みなさん。行き先は
かなくちゃ。相手してやるよ。きっと痛いよ。早打ち。全力だ。材料選択は目が命。これでレッ